こんにちは、あの街って天国です。今回の企画は、20年前の本家様八王子会、ランキングトップ30のその後を調査。約20年前の2005年に放送された八王子会。そこで取り上げられたお店などが、その後どうなったかを徹底調査。今は亡きあのお店や、さらに進化し続けるあのお店も登場しますので、お楽しみに。では行ってみましょう。まずは30位から。1991年から営業している、こちらのお店。パペルブルグ。やり水にあるおしゃれな喫茶店。外観はもちろん、内装も超おしゃれで、中世ヨーロッパのような雰囲気。コーヒーは本格的なサイフォン式となっています。建物は多摩美術大の先生方が、ドイツ南部をイメージして作成したもの。放送から20年経った今でも、大人気の喫茶店です。続いては、八王子で一番人気と言っても過言ではない、こちらのラーメン屋さん。一発ラーメン。メカブやトロロなど、ちょっと変わった具材を使うラーメン屋さん。創業は1984年で、店名は、一からのスタート。商売で一発当てたい、という意味が込められているんだとか。放送当時は藤森公園前にありましたが、開店25周年にあたる2009年に、現在の場所に移転。今では、八王子でトップクラスの人気を誇るラーメン屋さんです。お次は、当チャンネル初登場。本格的なハムやソーセージが購入できる、こちらのお店。ブラウエンベルグ。ドイツで修行したオーナーが営むハム専門店。自慢のハムとソーセージは、本場ドイツの製法を守りながら、日本人好みに合わせた一品。ドイツやオランダの国際コンテストで、数々の受賞経験があります。現在では、八王子のふるさと納税返礼品に選ばれるほど大人気。概要欄に載せておきますので、八王子市民でない方は、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。続いても、当チャンネル初登場。甲州街道沿いに構える、こちらのお店。常川商店。創業約100年の果物屋さん。看板商品は、自家熟成のバナナ。創業当時は、常川バナナという店名で、横山町に、バナナを熟成させる倉庫を持っていたんだとか。放送から3年後の2008年には、バナナダイエットブームが起き、バナナが爆売れ。その昔、山田花子さんがアルバイトしていたことでも有名なお店です。第26位は、ドンキホーテさんの隣から。地元民の癒しスポットだった、こちらのお店。安らぎの湯。八王子駅から徒歩3分のところにあった温泉施設。放送当時はオープン3年目でしたが、近年はコロナの影響で長期休業。ついに昨年、建物の解体作業が開始されました。元は西武百貨店として1970年に開業した建物なので、築は50年以上。次はどんな施設になるのか注目です。第25位は、カレーの名店、インドラさん。創業は1976年で、看板商品は、ひき肉とナスのカレーになります。俳優の竹中直人さんも、多摩美術大学在学中からの常連で、番組情報によると、トークライブを初めて開いたのが、ここだそうです。お次は、八王子駅から徒歩12分。なんとも珍しい、納豆の専門店。小堀栄養納豆店。創業約90年の上司店。すべての工程を手作業で行っており、国産大豆を大きな鉄釜で蒸し、1日1000回以上も大豆を人の手でかき混ぜているんだとか。鉄釜を使用したこの昔ながらの製法は、都内で唯一。全国各地からも注文が来る名店です。第23位は、西八王子駅から徒歩12分のところにあったパティスリー。あ、ボアン。八王子が誇るスイーツの名店だったそうで、看板商品はマカロンでした。遠方からも買いに訪れる人がいるほど、人気が高いお店でしたが、オーナーが体調を崩したため、2012年に閉店したそうです。お次は、西八王子と高尾の間、三田町にあったレストラン。野鴨の家。創業は1984年で、ツタの絡まった外観が特徴的なお店でした。放送から4年後の2009年に、京王八王子駅徒歩1分のビル A 店。
しかし、2018年頃に閉店し、跡地では、鴨中華そば楓さんが営業しています。第21位は、以前北野駅編でも紹介した、こちらのスポット。八王子総合卸売協同組合。北野にある、激安の市場。魚介類や精肉、青果をはじめ、日用品の販売店や、飲食店などが入っています。中でも魅力的なのは、老舗の喫茶店、コーヒー喫茶、ワンダさん。お手頃価格で、カレーライスやサンドイッチなどをいただくことができます。コーヒーは、サイフォン式でしっかり入れるため、美味しいと評判。昭和の雰囲気を楽しみながら、ゆっくりできる素敵なお店です。以上、30位から21位のランキングでした。現在も人気のお店から、閉店してしまったお店まで、いろいろありましたね。昔懐かしいお店もあったのではないでしょうか。それでは続いて、20位から11位までを紹介します。第20位は、すでに閉店してしまったお店。オンザ。元は、芸者さんの置き屋であったところを、改装してできた店だったそうです。第19位は、今では放送できるか怪しい、というより、当チャンネルでもモザイク必至の、こちらの施設。ホテル、野苑。1984年に開業した、野苑街道沿いのラブ。2008年頃に改装され、フェスタリゾー、野苑という名称に変わっています。トンネルズが作った人気グループ、野苑は、このホテルから取ったのは有名な話。野苑街道沿いには、目立つ看板が20個以上存在していました。番組では、部屋それぞれに女の子の名前がついていたことまで紹介していました。今ではちょっと考えられないですよね。第18位は、八王子実践高校。バレーボールをはじめ、スポーツが強いことでも有名で、大林素子さんの母校としても紹介されていました。お次は、甲州街道沿いから、明治14年創業の、老舗の名店。中野屋商店。なんとも珍しい、こんにゃく専門店。青のりやパプリカを入れた変わり種のこんにゃくや、寒天なども販売。以前、視聴者さんにもおすすめされたお店で、あんみつセットが美味しいそうです。第16位は、お店などではなく、意外なもの。学生ベンチャー。およいなんだそれ。以前人気だった情報誌、ピアの創業者は、なんと、中央大学在学中にピアを発行。また、作家の秋元康さんも、中央大学在学中から、放送作家活動を行っていたそうです。第15位は、全国で2番目のシェアを誇る消防車メーカー、日本機械工業。本社営業部は中央区ですが、八王子の秋川街道沿いに本社工場を構えています。番組では、日本で数台しかない、ミストドラゴンというバイク型消防車が紹介されていました。55リットルもの水を搭載できる優れものでしたが、ベース車両の生産終了により、現在は作られていないそうです。お次は、創業50年以上。炙りトロで有名だった、こちらのお店。寿司、きなこ。入り口の扉は、おしゃれなデザイン。バブルの頃、多摩地域でとても有名だった、お寿司の名店。番組では、遠方から食べに来る人も多い、八王子の人気寿司屋さんとして紹介されていました。第13位は、創業76年の老舗家具屋、村内ファニチャーアクセス。家具は村内八王子のキャッチフレーズで有名。本店敷地内の村内美術館には、放送当時、19世紀のフランス絵画が約140点展示されていました。2013年には展示を一新し、日本や世界の有名デザイナーによる椅子や家具も紹介。日本最大級の家具インテリア店に併設する美術館となっています。お次は、都内にある、数少ない牧場。磯沼ミルクファーム。番組では、2000年に、乳質品質ナンバーワンに輝いたことが紹介されていました。そんな磯沼牧場ですが、昨年、すぐ近くに、食のスポット、東京ファームビレッジがオープンしました。こちらにはなんと、磯沼ミルクファームをはじめ、農家の中西ファームや、カフェのバーゼルがお店を出しており、地産地消を売りにした食を楽しむことができます。中でもおすすめは、磯沼ミルクファームのアイスクリーム。
まだ行かれたことのない方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。第11位は、ステゴドン像発掘現場。2002年に朝川上流で発見された、約230万年前に生息していた象の化石で、テレビなどで、当時話題となっていました。放送から5年後、新種に認定され、イギリス古生物学会誌にも掲載。現在では、コニカミノルタサイエンスドームで、牙と歯のレプリカが展示されています。以上、21位から11位のランキングでした。今度は飲食店以外も多くランクインしていましたね。学生ベンチャーなんてもはや概念ですし、あのランキングってどういう基準なのでしょうか。とりあえず、まさか野猿さんが入ってくるとは思いませんでした。それではいよいよ、トップ10の発表です。第10位は、当時八王子に本社を構えていた音響メーカー、ケンウッド。放送の3年前に、本社を渋谷から八王子に移転していました。その後、2008年に日本ビクターと経営統合し、JVC ケンウッドホールディングスを設立。本社は横浜市となり、2022年、八王子事業所の土地売却が発表されました。第9位は、パペルブルグさんのすぐ向かい。大正9年創業の、老舗の式場。八王子、日本閣。敷地面積は5万5000平方メートルと、東京ドームより広い式場。放送の1年前に外装をリニューアル。2020年に創業100年を迎えた、八王子市を代表する式場です。第8位は、35年間地元で愛されていた料亭。三笹園。千利休ゆかりの茶室がある料亭として有名でしたが、建物の老朽化などが原因で、2019年、惜しまれつつ閉店しました。第7位は、京王堀の内方面から。野猿街道沿いに構える、こちらのお店。手打ちそば、車屋。1972年創業のお蕎麦屋さん。趣のある建物は、会津の目黒さんという方の家を、そのまま移築して建てられたもの。現蕎麦は、ご主人自ら農家の方に交渉して、育ててもらっているんだとか。お蕎麦以外にも、だし巻き卵が美味しいことで有名。昨年、創業50周年を迎えた、歴史あるお店です。第6位は、八王子を代表する歌手、ユーミンこと、松任谷由実。その後実家が、甲州街道沿いにあります。それがこちら。新井呉服店。創業は大正元年。100年以上続く、老舗の呉服店になります。番組で紹介されていたのは、甲州街道を中心とした、ユーミンストリート計画。なんでも、町の活性化とユーミンの功績を称えるべく、商工会議所が中心となって計画していたんだとか。その後、計画がどうなったのかはわかりませんが、新井呉服店は、3階建ての建物から、14階建てのマンション併用の建物に建て替え、近隣の建物も建て替えが進んでいる状況です。安政元年創業の森屋富蔵商店さんも、建て替えが終わり営業再開してましたね。今後、甲州街道沿いがどう変わっていくかも注目です。第5位は、北八王子駅方面から、中央道沿いに構える、こちらの施設。都市再生機構、都市住宅技術研究所。UR 都市機構が運営する、住宅の研究所、及び歴史館。一般の方も入場可能で、昭和30年代の公団住宅などを展示。集合住宅の歴史がわかる施設となっていました。以前、中央道から見えていた赤城の塔は、排水実験などを行う実験塔。高さ108メートルもありましたが、2017年頃に解体されました。集合住宅歴史館も、昨年2022年に閉館。北区赤羽台に移り、今年の秋に、UR 町と暮らしのミュージアムとして生まれ変わるそうです。第4位は、演歌界の大御所。北島三郎。出身は北海道ですが、奥様が、東京で一番富士山が綺麗に見えるところに住みたいという希望から、八王子にお住まいなんだとか。テレビ放送の2年前に、八王子観光大使となり、2019年には、初の八王子名誉観光大使に任命。20年以上、八王子の魅力を PR されています。なお、現在、八王子観光大使には、八王子車人形、西川小雄座五代目家元の西川小雄さん、騎士の羽生善治さん、歌手の北山武さんの3名が就任中。
なんとも頼もしい方々ばかりですね。第3位は、記念日や特別な日じゃないと、なかなか利用できない。八王子が誇る、超高級料亭。鵜飼亭。資本金が12億円を超える大企業。八王子を中心に、飲食店を17店舗経営しており、2015年より、ANA、国内線ビジネスクラスの、機内食監修も行っています。2017年には、台湾の高級ホテルにも出店。これから、鵜飼の名がどこまで広がっていくか楽しみですね。お次は、かつて、キートを横浜港まで運ぶのに使われた街道、絹の道。道中では保存が効く食料が重宝されたため、この道沿いには乾物屋が多いんだとか。番組で紹介されたのは、昔ながらの手織りの機械で絹織物を作っている、沢井織物工場。洗練されたデザインのネクタイやストールなども作っており、かつては、山本関西デザインのネクタイなどを作成したんだとか。2018年には、Google から依頼を受け、ウェアラブルに関わる生地の開発に協力。電気を通す横糸と、IC チップを布に縫い込んだ、タッチパネルのような生地の試作開発に関わっています。昔の伝統を受け継ぎながら、最新の技術にも携わるだなんて、今後の活躍に期待ですね。第1位は、超意外。誰もが予想しない、けど、確かに八王子を象徴するもの。キャンパスライフ。このランキングより、八王子には放送当時から21もの大学、短大、専門学校がありました。在学生の合計は約11万人。そのため八王子は学園都市と言われています。しかし近年、都心へ移転する大学が増加。2006年には、共立女子大学が八王子市から千代田区に移転したのを皮切りに、2015年、拓殖大学が八王子キャンパスの2学部を文教キャンパスに移転。2016年には、杏林大学の八王子キャンパスが、三鷹市に移ることとなりました。そして今年、中央大学の看板学部である法学部が、文京区へ移転。5700人を超える学生の流出に、地元では悲鳴が上がっているとのこと。まあこの件で悲鳴を上げているのは多摩センターですが、まさか20年で、こうなってしまうとは。時代の流れって、恐ろしいですね。昔から八王子を知っている皆さんはいかがだったでしょうか。他にも、こんなところが変わったというところがありましたら、ぜひコメントください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。